はい、こんにちは。久しぶりにラストドットコム手芸男子私佐久間優吾が作る手作り作品の模様をライブ配信と録画しております。今回ですね、フェルトで作るお菓子マカロンを作りたいと思います。フェルト生地こちらで、昨日一回試しに作ってみたんですけど、やっぱ小学生ぶりに縫い物をやったので、やっぱまだまだなかなかうまく綺麗にいかないかったですが、数をこなして上達していきたいと思います。それではカメラを傾けますね。見えない、見えませんね。バランスボールに乗りながらやると丸い円を厚紙に書いて切ります。こんなもんかな。はい、丸を書いたらハサミで切ります。大体の丸でいいので、この丸を2つ作ります。カメラに入ってなかったですね。はい、こんな感じで丸が2つできました。そうしましたらこのフェルト生地の上にこの丸を乗せて、この丸よりちょっと大きいくらいの円をまた作ります。こんなもんかな。これも同じく2つ円を作ります。これはもう後でしぼめるので大体の丸で OK です。はい、丸ができました。そしたら針に糸を通しましょう。2本取りで縫っていきますね。
はい、一発で通りました。足らないと困るので、ちょっと長めに。たら団子、お団子を作ります。ストッパー代わりのお団子抜けちゃうので 3,4 回繰り返した方がいいかもしれないですね。この団子がなかなか同じ位置に来てくれないという、なんかコツがあるんでしょうか。なんで大丈夫かな。念には念を。はい、そしたらガランでいきます。もうほんと特に決まりはないのでザクザクと、幅など気にせずに塗っていきます。小学生ぶりに縫い物やったけど結構楽しいかも。ハマっちゃいそう。はい、こうやって一番最初のところに戻ってきたら、これを引っ張って縮こませます。さっき切ったこの厚紙を中に入れて、さらにこの中に綿を詰め込みます。間違えた。綿が先だ。綿を先に入れてからの厚紙で蓋。はい。こんな感じで、そしたらこれで処理します。お団子作って、あれ糸がやばい、絡まってる、大変だ。
変だ。大丈夫かな、まあ、これは内側に来ちゃって見えないので、まあ、ぐちゃぐちゃになっても構わんでしょう。はい、お団子を作って処理しました。マカロンの生地、これをもう一個同じ風に同じようにもう一個作ります。同じように編んでいきます。綿を入れてからの、はい、蓋をします。厚紙で蓋をして糸を引っ張って生地を縮こませます。はい、2つ出来上がりました。これがこう重なる感じですね。で、この中身の具っていうか中は、この白いのを使って生クリーム味にしましょう。この細いフェルトもですね、このまま端から端まで編んでいきます。編んでいくというか縫っていくか。普段ビーズ手芸などやってるので、
どうしても編んでるという言葉が出ちゃいました。針に糸が入らない。きたー、入りました。つばで濡らしたから入りました。編んでいきます。これも先ほどと同様に大体輪でざっくり編んでいきます。ざっくり編んでいくじゃねえや、縫っていく。縫ったらこれも糸を引っ張って縮こませます。合ってるんだっけ。なるように最初の縫い編み始め、縫い始めのところに通してことばっかりします。
なかうまくいかない。この団子を作るのが何せ縫い物まだ初めて2日目っていうか2回目ですからね。これなぜゆえに団子できない？これ向きが違うね。ちょっともう一回やり直そう。もう一回やり直します。細かく編んでいくそうです。ついついカメラを忘れちゃいますね。これカメラに映さないと。
ちに通してから引っ張ればいいのか。昨日の方が全然早く作れた。30分も経ってるし、はい、中のクリームができました。で、これで重ねます。重ねてからの皿に編んでいきます。ここからが難しいんですよね。糸が見えないようにこっち側を通るような感じで編んでいきます。斜めに行く感じに編んでいきます。またカメラの存在を忘れていた。こんな感じで斜め斜めホイップクリームの下を通ってバーガーの内側を OK かな。ただからちょっと引っ張りつつ、まあ、白だからそんな白生地も白だし糸
雲白だからそんなには目立たないですね。はい、記事ができました。あとはお好みでビーズなどを使ってトッピングしていきます。キラキラしてみたり。ラインストーンを使ってキラキラにデコってみましょう。とりあえず適当にじゃん。やばいやばいやばい、いっぱい垂れてきちゃったよ。ラインストーンを乗せていきます。どうでしょう、こんな感じでキラキラに。周りもちょっとやってみましょうかね。ホイップクリームのところに贅沢にちょっと使ってみたいと。
じゃーん、周りもデコってみました。はい、こんな感じで手作り、マカロンの出来上がりです。これにあとストラップの紐をつければ携帯ストラップなどキーホルダーにもできます。はい、そんなわけで以上、ここ千葉県旭市 JR 干潟駅から徒歩1分にございます手作りアクセサリーの店ラスタ、そこから配信しております。また何か作品作るときは放送しますので、よろしくお願いします。バイバイ。